はい、皆さんこんにちは。憩いの菜園へようこそ。今回はこちらチューリップの冬の管理ポイントについてお話ししたいと思います。秋植えのチューリップは球根を10月や11月涼しくなってきた頃に植えるんですけれども、冬の寒い時期に正しい管理をしなければ春に綺麗な花を咲かせることができなくなってしまいます。そこで今回は冬のチューリップ水やりや肥料の管理、温度管理などはどうすればいいのか、また寒い時期に芽が出てしまうこともあるので、そういった時の対処方法についても説明したいと思います。この動画を見ることでチューリップの正しい冬越しの方法が分かり、春に色とりどりの綺麗なチューリップを咲かせられるようになります。それでは行ってみましょう。それでは現在のチューリップの状況についてお話ししていきたいと思います。見てください。こちらチューリップを10月の下旬に植え付けたんですけれども、植え付けた全ての場所から芽が3センチから5センチ程度出てきています。先日動画で紹介したんですけれども、この地域ではものすごい寒波がやってきて、強い風とともに雪がベランダにまで入り込み、ベランダにあるプランターや植木鉢などが全て雪に埋もれてしまいました。しかし雪が溶けてしまった後も耐寒性のある植物たちは元気に育っており、一度は凍りついていたんだと思ったパンジー、ビオラの苗もこのように青々とした葉っぱをしっかりと伸ばしてくれています。まだ花芽はついていないんですけれども、雪の下になったとはいえ土の温度や葉っぱの温度が0度以下になることはなかったので、無事に寒さを乗り切ることができたと言えます。チューリップも同様にプランターの上に雪がどっさりとかぶっていましたが、それらが溶けた後もこのように芽が傷むことなく青々とした新芽がしっかりと上を向いて育ってくれています。はい、それではこちらチューリップの冬越しのポイントについてお話ししていきたいと思います。チューリップの冬越しポイントは主に4つあります。まず1つ目は低温を維持することです。秋に植えるチューリップは春に花を咲かせるためにしっかりと低温に当てなければなりません。一般的には約5度程度の低温に2ヶ月程度当てる必要があると言われています。そのため気温が低いからといって室内のエアコンやヒーターなどで温められた部屋にチューリップを入れてしまうと、春に花芽をつけられなくなってしまう可能性があります。また地域によっては0度を下回り土が凍ってしまうようなところもあります。気温が低すぎて土が凍り水が吸い上げられなくなる状態が何日も続くようだと、チューリップの球根がうまく吸水できずにそのまま枯れてしまう可能性があります。そのため天気予報などで気温の状況を確認しながら0度から10度未満の気温に十分当たるような場所にチューリップを置いてあげる必要があります。プランターや植木鉢であれば場所を移動できるのである程度調節が効くのですが、地植えの場合は場所を移動させることができないので、球根を植える場所や時期を十分考えてから植え付ける必要があります。続いてチューリップの冬越しポイント2つ目は根を乾燥させないことです。このようにチューリップは冬の間ほとんど成長せず休眠している状態が続きます。とはいえ休眠しているチューリップであっても少しずつは水分を吸っていますので、晴れた日が続いて土が乾ききってしまい吸い上げる水がなくなってしまうと、チューリップが枯れてしまう可能性があります。チューリップは非常に乾燥に弱いですので、根っこが乾燥してしまうとそのまま根が傷んで後から水やりをしても水分を吸い上げられなくなってしまいます。水が吸い上げられない状態になるとその後肥料や水を吸って成長できなくなってしまうので、十分注意が必要です。そしてチューリップの冬越しポイント3つ目は土が乾いたらしっかりと水やりをするということです。先ほどの根っこを乾燥させないという話に続きますが、
チューリップを植えているプランターや植木鉢の土が乾いたら、鉢の下からしっかりと水が出るぐらい十分に水やりをする必要があります。また水やりをする際は土が乾いて硬くなっている可能性がありますので、いっぺんにたくさんの水を与えてしまうと土の周りから水が外に流れ出てしまい、土の中心部に十分水分が行き渡らなくなる可能性があります。そのため2回や3回に分けて土の中に水がしっかりと染み込んでいくのを待ってから、何回かに分けて水やりをするとチューリップが水を吸いやすい環境にすることができます。また土が乾いていないのに水やりをしてしまうと、常に土が湿った状態になってしまい、根腐れなど余計な病気を引き起こしてしまう危険性があります。根っこが腐ってしまうと、そこから水分が吸い上げられなくなってしまうので、春になってもうまく成長することができず、綺麗な花芽がつけれなくなってしまいます。そのため土の表面がしっかり乾いているかどうかをよく確認してから水をたっぷりあげるようにしましょう。チューリップの冬越しポイント4つ目は肥料管理です。先ほどチューリップは少しずつ水分を吸って冬の間も成長していると言いましたが、肥料も少しずつ吸い上げています。とはいえ過剰に肥料を与えすぎると根っこや葉が焼けてしまい、うまく水分を吸い上げられず、春になっても芽を伸ばせなくなってしまいます。チューリップの球根を植え付ける前は元肥というゆっくりと効くタイプの肥料を入れている方が多いと思います。その肥料が冬の間少しずつ効いてくれていますので、基本的にチューリップの追肥は不要です。他にもチューリップは球根にたくさん栄養を蓄えていますので、その栄養を使って冬を越すことも可能です。元肥を入れていなかったので心配だという方もいらっしゃるかもしれませんが、球根に蓄えている栄養分だけでも十分に冬を越すことはできますので、また春になって気温が上がってきたら少しずつ追肥をしてあげるようにしましょう。チューリップが春を待たずに芽を出してきた場合の対処方法について説明したいと思います。こちら僕のチューリップは10月末に植え付けてしばらくベランダで管理していたんですけれども、12月頃には芽が出てきてしまいました。しかしそれからは芽の大きさはほとんど変わっておらず、おそらく冬の間少し気温が高くなった頃にチューリップが春だと勘違いして芽を出してきたんだと思います。それでも暖かい日は長続きしないので、寒い時期が続くとまだ春は来ていなかったんだなとチューリップが認識して芽を成長させるのを止めてしまっています。それでもまだ春にかけて寒い時期は続きますので、このまま芽が出ていても大丈夫なのだろうかと心配する方も多いと思います。チューリップの球根から芽が出てしまった時の対応策は2パターンあります。まず1つ目はチューリップが浅植えになっている場合です。チューリップの球根は球根の高さの2から3倍程度の深さに植え付ける必要があると言われています。それがチューリップの球根の2倍の高さに満たない深さに植え付けてしまっている場合、浅植えになっており芽が出てきた時に霜や雪など強い寒さに当たると中の球根ごと傷んでしまう可能性があります。そのためもし浅植えにしていて芽が出てしまった場合は、追加で土を足してあげたり、上から黒いマルチシートや不織布などをかけてあげることで冬の寒さを乗り切ることが可能です。次にチューリップの球根の植え方が適正な場合、球根の高さの2倍から3倍程度の深さで植え付けられているにもかかわらず芽が出てきたという方は、球根が十分な深さに植わっていますので、霜や雪、気温の低下といった寒さに当たっても特別な対策をしなくてもそこまで心配することはありません。霜が降りたり雪に埋もれてしまったりしても、このように芽を傷めることなくしっかりと春まで寒さを耐え忍んでくれますので、安心していただければと思います。は
はい、それでは今回はチューリップの冬越しのポイントや芽が出てきた場合の対処方法についてお話ししました。チューリップを植えた時期やプランターや植木鉢を置く場所など人それぞれですけれども、どういった環境でチューリップを育てていけばうまく冬越しをして春に花を咲かせられるかという点をしっかり理解しておくことで、春になったら可愛らしい花々をつけてくれるようになります。それでは今回の動画はこちらで以上になります。この動画が面白い、参考になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。